コタン、これ何かわかる？何かわかる？わかんないでしょ。鼻ツンして、ちょっと開けてみようか。開けてみようか。ね、ポコタン。よいしょー。ドギーボックス3月号。ポコタン見て、ドギーボックスだよ。これね、実は、本当は先月で終わりの予定だったんですけど、ドギーボックスさんのご好意で半年間延長になりました。よかったね、ポコタン。よかったね。ちょっと放心状態だね。あれ？なんで来てるの？って感じだね。今回はこのドギーボックス3月号を開封したいと思います。お座りしてんの可愛いね。さあ、3月号は何だろうね、ポコタン。気になるね。まあ、いつも通りね、まずは紙を見よう。はい、今月はスプリングクリーニングって書いてある。春のお掃除ってことなのかな。あ、なるほど。おもちゃから行こうかね、ポコタン。ポコタンの大好きなおもちゃから行こう。はい、こちら。おうおうおお、そう、ちょっと待って、ポコタン。興奮しすぎ。ポコタン、ポコタン。見えない、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 見えない。はい、掃除機が入ってました。ポコタンすごいな。ポコタンが邪魔して、どっちがいい、こっちか、こっちか。はい、こういう感じで掃除機ですね。これこうブーンって吸う掃除機が入ってます。すごいね、リアルだね、ポコタン。掃除機、ちょっと待ってね、タグ取ってあげるから。これは鳴るのかな。お、鳴った、鳴ったね、ポコタン。掃除機の先端もプピプピ鳴りますね、こっちね。あとこの機械の方も音鳴ります。ちょっと興奮しすぎ、ポコタン。すごいね、興奮が。はい、そしてもう一つ、掃除機といえばゴミがないとダメだからね。はい、これホコリみたいです。ホコリすごいね。ホコリにちゃんと顔がついてる。あ、気になった、ポコタン。気になった、ホコリ気になった。タグ取ってあげる、タグ取ってあげる。これは、あ、これも鳴るね、ポコタン。ホコリだよ、ホコリ。これ遊ぶところいっぱいあっていいね、ポコタン。うんうん、なんか過去一興奮してるかもしれない。今ね、ポコタンお散歩行ってきた後で、さっきまでね、じっとしてたんですけどね、急になんかテンションマックスになったね、ポコタン。おうおうおお、すごい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 。ドギーボックスのおもちゃ大好きだもんね、ポコタンね。ぬいぐるみでずっと遊んでるもんね、毎日。ぬいぐるみボロッボロになるまで遊んでるもんね。まあ、なかなか壊れなくて、すごくいいおもちゃなんですけどね、これ。もう一回掃除機の方、ちゃんと見せますね。はい、こんな感じで。掃除機。リアルですよね、掃除機。はい、こんな感じです。持ち手もちゃんとついてる。さあ、ポコタン興奮しっぱなしなんですけど、次行きましょう。次が、はい、こちら。キレイウォーターグリーンフォレスト。なんか、スプレーみたいなのが入ってますね。これは何するんだろう。天然由来成分 100% の消臭除菌スプレー。水を電気分解して作られた除菌力に優れる超電解イオン水と樹木から抽出したフィトンチッドの消臭成分を配合。ワンちゃんの身の回りのものに吹きかけてご使用ください。お出かけ防災グッズとしても便利です。だって、除菌スプレーだ。これね、スプレーになってるんだね。はい、じゃあこれちょっとかけてみようか。あんまりね、ポコタの方にね、向いちゃうとね、良くないから、シュッシュッとかけて抗菌するんだね。すごい、なんかハーブの匂いがする。ポコタ相当匂うんだね。ハーブの匂いがするから。ポコタこれで除菌されたよ、よかったね。すごい、なんかミントのいい香りがします。次は恒例の食べ物ですね、食べ物。まずはこれ、フリーズドライモッツァレラチーズ。うわー、これはポコタン好きそう。モッツァレラチーズ、チーズ大好きだもんね、ポコタンね。小さい頃からね、なんかいろいろトレーニングやるときにチーズが好きで、よくキリのチーズを食べてたんですけど、本当にね、チーズに目がないんですよ。もうすごい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 、興奮がすごい。はい、最近ね、結構固めのものもね、ペロッと食べれるようになったんだよね。ね、ポコタン。
割となんかね、力強く噛んで食べちゃうんですよ。前はこのぐらいのサイズのものでもなんか遊んでるような感じで全然食べてくれなかったんですけど、最近は普通に食べれるようになりました。もうペロッと食べちゃうね、ポコタン。ペロッと食べちゃったね。はい、続いてこちら、イワシ煮干し。これ減塩のおやつだって。煮干しはポコタン結構好きだからね。はい、これ煮干しですね。あれ？あ、落ちちゃった。食べた？ペロッと食べちゃったね。せっかくだからもう一本あげようか。ほんとポコタンドギーボックスのおやつ美味しそうに食べるよね、毎回ね。全部美味しいんだろうね。ペロッと食べちゃった。最後こちら、これは桜田馬肉っていうのかな、犬用ジャーキーだって。ポコタン、馬肉はね、ポコタン大好きなんだよね。多分チーズ並みに食いつきがいいんじゃないかな。もうずっと匂い嗅いでるけど。あ、結構固めだ。これはちぎってあげないと食べれないね、ポコタンね。あ、でもちぎると案外簡単にちぎれるね。もっとなんか見た目すごい硬そうなんですけど、案外簡単にちぎれますね。ほら、ポロッと砕ける。今ポコタンちょっと噛んだだけで半分になっちゃった。おお。前に入ってたレバーのおやつがあるんですけど、それみたいな感じですごい硬そうなんですけど、これは全然見た目と違って簡単に噛みちぎれる。これ最後ね、ポコタン。ちょっと今多かったね、量がね。最後最後。もう美味しかったね、ポコタン。よかったね。満足だね。うんうんうん。はい、というわけでドギーボックス3月号を開封したんですけど、相変わらずポコタンは大好きで興奮気味でした。最後の方ね、やっとちょっと落ち着いてくれた感じですね。ドギーボックスがくれるおやつね、ポコタン嫌いだったもの今まであったかな。多分ないと思うんですよね。全部美味しそうに食べるし、おもちゃもめちゃくちゃ楽しそうに遊んでくれてましたね。まあ、今はね、ちょっと興奮が落ち着いたのでおとなしくしてくれてますけどね。ドギーボックスさんはサンプルで1ヶ月分取り寄せることもできるみたいなので、皆さんぜひ試してみてください。ポコタンよかったね。あと半年間また遊ぶことできるよ。ね。楽しみだね。楽しみだね。うん、楽しみだね。